マクシム・ビクトロビチ・フェドートフは、ロシア出身のバイオリニスト、指揮者。レニングラードに、ビクトル・フェドートフの息子として生まれる。地元の音楽院で、ボリス・セルゲーエフ、ドミトリー・ツガーノフとイーゴリ・ベズロドニーにバイオリンを、支持し、ブラディスラフ・チェルヌシェンコに、指揮法を教わった。1981年に全ソ連音楽コンクールの、バイオリン部門で優勝し、 1982年のパガニーニ国際コンクールで4位入賞を果たした。1986年にはチャイコフスキー国際コンクールで2位入賞、東京国際コンクールで優勝を飾った。2003年から2005年までロシア公共楽団の指揮者を務め、2006年から2010年までモスクワ市公共楽団の音楽監督を務めた。教育者としては、 1987年からモスクワ音楽院で教鞭を取り、2003年から2005年まではクネシン音楽学校でもバイオリンとビオラを教えた。2002年にロシア政府から人民芸術家の称号を贈られている。公式サイトありがとうございます。